チクラーヨは、ペルー北西部の太平洋岸の商業都市、急激に近代化が進む。人口は57万4408人。ランバイエケ県の県都である。モチェ文化の終わり頃の西暦700三1375年に、モチェ文化の伝統や多くの知識を吸収したランバイエケ文化が存在し、現在のランバイエケ県にあたるエリアを占めていた。現在のチクラアヨは、 ランバイエケ文化圏の一部であった。ランバイエケ文化の最盛期である西暦900年から1100年頃には、ペルーの海岸地帯全体に、その影響を及ぼした。ランバイケ文化は、建築、宝飾などの点で、モチェ文化をしのぐものであった。16世紀初頭、チクラーヨには2つの民族、シーンとおよびコリックが居住していた。彼らの族長は、 フランシスコ会修道院に土地を寄贈することを決定し、修道院が建設された。修道院の建設時に、チクラーヨの町が建設された。リマ、アレキバなどの他のペルーの主要植民都市とは違い、チクラーヨには、スペイン人植民者よりも先住民が多く住んでいた。1835年4月15日に市となった。 1987年南東3 0トル離れた郊外のシパンにチェ文化の応募が発見される。ありがとうございます。